今回ご紹介するのは、近鉄田原本線の新大路駅です。新大路駅は、奈良県北葛城郡大路町九度二丁目にあり、1918年、大正7年4月26日に、大和鉄道の駅として開業しました。駅の北側は、西友を各店舗とし、東西2棟で構成される複合ビル、リーベル王子が駅前広場を挟んで立地しており、銀行や飲食店なども入居しています。ちなみに近鉄生駒線の王子駅は1922年大正11年5月16日に市議生駒電気鉄道の駅として開業しました。当駅の駅舎は車止め寄りにあり、改札口は1箇所のみ。ピタパ、イコカ対応の自動改札機及び自動精算機が設置されています。なお、当駅では特急券及び定期券の購入は不可能となっています。当駅は、東端式ホーム2面1線を持つ地上駅で、北側のホームが乗車用、南側のホームが降車用となっています。ホーム有効長は3両分です。